マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今回はですね、久々にこちらに来ました。ラッキーボックスのお宝市場お台場店さんです。いやー、マスオといったらね、ラッキーボックス、1000円ボックスみたいなねイメージあると思うんですけど、今日もですね、はい、こちらラッキーボックスで豪華商品を当てたいと思います。今日ね、開店前にね、特別にこう撮影させていただいてるんですけど、今回はですね、全種類のラッキーボックスを購入してお宝を当てたいと思います。はい、どうですかね、いい商品当たると思います。そうですね、軍資金はおいくらぐらい？もう無限です。はい、ということで早速ラッキーボックス選んでいきましょう。このね、ラッキーボックス初めて見るって方もいるかもしれないので、最初にこうご説明すると、ラッキーボックス330円、1000円というねものがあって、あとは5000円と1万円、さらに2万円のね運試しボックスがあるということで。果たしてマスを当てることができるのか。よし、じゃあまず選んでいこうかな。あ、2000円もあるわ、3000円もある。あれ、いろいろあるぞ。軍資金足りるかな。よし、じゃあ選んでいこう。で、一応こういう風にこう振るとなんかカラカラ音がするじゃないですか。だから何が入ってるのかなんとなくこう予想しながら当てるんですけど、中に当たり券みたいなのも入ってるんですよ。だからそのカスカスっていう紙の音がするものを選びたいんですよね。だからちょっとね、こう大丈夫な範囲でこう振って確かめるのが割と重要。ちなみに1000円ボックスで当たるものだと、ゲーム機、家電製品などが当たったりとか、あとアクセサリーとかお財布とか小物が当たったりするそうです。300円でもね、同じようなねものが当たったりするらしいんですけど、これなんかいろんなものに紛れて紙のなんかこういう当たり券が入ってそうな音がするので、300円ボックスはこれに決めた。じゃあ次は1000円。重たっ、すごい重量感。吉野家の牛丼ぐらいの重さありますよ。これにしよう。なんか ありそうな気がする。はい、じゃあ次2000円。ただ2000円だったらさらにいいのね当たるかもしれないからね、こっちでいこうか。はい、2000円。そして3000円、こっちにもありますね。ドリームボックス、すごいなんか機械的な音がした。ガチャンっつった。これはねすごいいいやつが入ってそうな気がする。しかも限定だし。はい、じゃあこれちょっと物がもう持てないんで一回置かせていただこう。じゃあ次が5000円ボックスいきましょうか。2段目の方がいいかな。一番上もなんか良さそうだよな。一番上にしよう、これに決めた。ちなみに前回ですね、僕当たったのでマットを当たったんですよね。緑色とピンク色のスヌーピーだったかな。それずーっとキッチンで使ってたんですけど、視聴者さんにコメントで「すごい可愛いの使ってますね」ってめっちゃ言われました。マスオさんが選んだんですかって言われたんですけど、当たったんです。はい。じゃあ次1万円。いやー、1万円はちょっと悩むね。このさ、大きいの行くの小さいの行くのっていう、こう昔話みたいなね、そういう昔話だと確か小さい方行っといた方がお得だったんだよね。うん、分かるよその気持ち。でもね、やっぱ僕は大きい方がいい。これにしようかな。服飾品、家電製品、ブランド商品、ジュエリー商品のどれか一つが入ってますってことです。家電だったら大きいでしょうけど、ジュエリーは小さいんでしょうね。ジュエリーって何ですかね。宝石、腕時計とかですかね。うん、はい、じゃあこれでお願いします。でラストはこちら2万円ボックス。いや、一番下がでかいな。圧倒的大きさ。一番下重さはねそんなないから、そこそこです。でもこれはもう素直に一番上行かせていただこう。これに決めたということで、こちらラッキーボックス全種類買うんですけど、果たしておいくらでしょう。じゃじゃーん、45,430円ということで、いやいい金額ですよ。なかなかいいものをなかなか買える。でもね、やっぱラッキーボックスだから実際に45,000円で何か買うよりも、まあ、僕お得になっちゃうようなものが入ってるわけですよ。はい、ということで購入して開封していきたいと思います。いくぞ。じゃーん、ということで早速開封していきたいと思います。上から値段がどんどん上がって、最後にこちら2万円ボックスを開けるという形でやっていこうと思うんですが、まずはこちら300円ボックスから開けていきたいと思います。では行きましょう。300円でもワクワクドキドキはするんですよね。で、中にその当たり券が入ってるかどうか、それが本当にねこう重要。よし、じゃあ1つ目300円ボックス開封。おっ、じゃーん、なんだこれは。出た、さっきもね雑談で話してたんですけど、スヌーピーですね。スヌーピーのこういうちょっとナップサックみたいなね、はい、やつと、入ってるか、残念、当たり券は入っていませんでした。でもこのスヌーピー可愛くない？これめいっ子ちゃんたちさにこれプレゼントしよっかな。喜びそうな気がする。学校にさ体操着とか持ってくのに可愛くない？なんか両方持てるし子供サイズだし、すごい。これはね300円だとしても当たりですからね、実質当たり。はい、ということで勝ち、300円勝ち雑はい、じゃあ次いきましょう。次がまあこっからが本番ですよ。1000円ボックス。お宝市場さんイコール僕の中で1000円ボックスってイメージがね結構あるんですけど、果たして当てることができるのか。そしてこの1000円ボックス結構重たい。じゃあ開けます。おお、じゃじゃん、こちらケアベアーズっていうコップの上に乗るやつですね。お人形さんですね。続いてじゃーん、これは豆柴のこれメモ帳みたいなやつですね。しかも豆柴七福神ですよ。しかも招き猫とかも書いてあるから、なんか福が来る気がする。で次がダダン、こちらこれはディズニーのエコバッグ。これは当たりでしょ。これディズニーランドで買ったらマジでこれだけで1000円しますよ。でさらにおっ、この紙状のパパパン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 1ミリオンドル、1ミリオンっていうとだいたいあれか、1億円か。1億円札、1億円札当たりました。銀行行ったら交換してくれるかな。そして当たりました。お、やった、おめでとうございます。ラッキーボックス大当たりサッカーボール、やったー、お願いします。やったー、こちらアディダスのサッカーボール当たりました。これ実質の値段は5500円だったらしいですよ。それが1000円で当たっちゃったんだから、これはお得ですね。もうサッカーするしかない。大当たり。じゃあどんどんいきましょう。続いて2000円ボックスです。よし、お、いっぱい入っ、お、すでに見えてしまった、何か当たりました。これはね最後にお見せしたいと思いますよ。いやー、いい幸先だな。じゃあまず1つ目入っていたものがこちらおー、マーベルのバッグですね。これマーベルファンにはたまらないんじゃないですか。80年記念ですね。へえ、やりました。これもね、当たり。今回ね、このボックスマーベルで攻めていきますよ。じゃれーん。はい、マーベルの80年記念のパスケース。はい、ダダン。iPhone ケースなのかな、スマートフォンケース、当たり。さらに何でしょう、ダダン、こちらうるせえやつらメモ帳よ、20枚。あんまりそわそわしないで、なんとかなんとかなんとかですよね。世代ではなかったので一番っていう歌ぐらいしか知らないですね、僕ね。でもラムちゃん可愛いな、知ってます。当たったぞー。うわ、やばい。なんかほら、かわいい。これ少年時代だったら僕これでやばかったでしょうね。はい、なんでもないです。そして大当たり券、こちらが当たりました。ダダン。なんだ、ラッキー大当たりナンバー118番。果たして118番はどこにあるんだろう。ちょっと探そう。あったー、118番。こちらですね。スヌーピーだったりマーベルグッズだったり、やっぱマーベル80周年で攻めてきますよ。はい、ということでどれにしよう。でもこれいいな、可愛くない。僕は今回こちらのスヌーピーのバスタオルに決めました。タオルはね、家に何個あっても助かるんですよ、本当に。次、3000円ボックス。ここまですごいいいですよ、当たりが引けてるから。じゃあ開けましょう。オープン。すごい、いろんなのがある。じゃあまず1つ目、こちら。なんだこれ、シューティングバンク。バスケットの要領みたいな感じでお金をこう飛ばしてこう貯金する貯金箱ですね。これは楽しそうですね、一軒一軒ね。続いて、ででーん、アベンジャーズのフェイスタオル。そしてお、これはいいんじゃないですか。ででん、ベルト、タフって書いてありますよ。タフなベルトです。はい、じゃーん、ダンボールインダンボール、すごい。はい、じゃーん、猫ちゃんがこう寝てるような感じのやつですね。かわいい、ね、猫ちゃんなのかな。ドリームスイートと書いてあります。そして最後がこちら、 iPhone ケースですね。ああ、すごい良さそうですよ。はい、残念ながら今回のボックスには当たり券は入っていませんでした。なんかこうリアルを分かっていただけるんじゃないですか。ね、全部当たってたらね、まあそうやらせかって言われちゃいそうですけど、リアルですよ、リアル。5000円ボックスいきましょう。これね、値段が上がるにつれてまたね、いい商品が入ってる可能性高いですからね。オープン。おー、じゃあまず1つ目、なんとね、ゲーム機入ってた。ででーん、 2.4 インチ液晶アーケード体験ゲーム機。昔こういうのゲーセンにありましたね。今もあるのか。最近行かないからわかんないな。はい、じゃあ次、はい、バン、 iPhone ケースですね。はい、10と 10S のケースでございます。かわいい。ちょっと僕にはかわいすぎるかな、これ。大丈夫かな、これつけてたら、あれ、マスオさんまたかわいいのつけてますねってコメント来るかな、これね。はい、じゃあ次、ジュエリーストラップチャームっていうものが入ってます。うわっ、かわいい。見て、じゃーん、キラキラ。名前わかんないけど僕でも知ってるからの、じゃーん、こちらマーベル80周年のポストカードセット。さっきの大当たりのところのやつですね。よかった、これ選ばなくて。ダブルところですね。からの、じゃん、ダッコビアーズ、ビアーか、抱っこできるお人形さんですね。かわいい。からの、ヤンキースのこうカバンですね。どうですか、こういう風に僕持ってたら。そして残念、当たりませんでした。リアルでいいですね、この感じね。リアルですよね。あんまり当たってたらもうすごいやらせしてんじゃないのかって言われちゃうかもしれないけど、リアルでいいですね。はい、まあ、残念ながらね大当たり当たんなかったんですけど、まあいい商品はたくさん当たりました。じゃあ次行きましょう。あと残りは1万円ボックスとそして2万円ボックスでございます。こっからが本番中の本番ですよ。これはもういいの当たるしかないでしょ。今ね5000円と3000円ボックス当たんなかったから運貯めてますからね。ここでもう大放出ですよ。当たって何が当たるのか、じゃん。おお、1つ目、帽子。どうですか、似合う、いい感じ。ファッションもねやっていきましょう。そして2つ目、ラブキューピッドキス。これは一体何でしょうか。映しても大丈夫なやつでしょうか。香水ですかね。香水ですね。すごいなんかいい香りがしそうな香水です。そしてこちらマーベルポストカードセット。危ない、これ2セット目ですよ。ちょっと1個選ぶの間違えたら僕3セット目になるところでしたよ。でもポストカードセットいいものですからね。そして当たりー。ちなみにこれは一体なんだ。これね多分ねマスオの予想だとねもう分かるんだ。大体財布だろ。しかもヘビかヘビっぽいやつ。ほら来た。うわすごい、パイソン財布だって。パイソンなんと29000円のお財布です。なんか使い心地良さそうだよ。ほらどうですか、すごい。この鱗感すごい。しかも中もしっかりしてる。すごいの当たっちゃった。そして大当たりも当たったということで、果たして大当たりは何でしょうか。108番108番はこちらになります。こっからどれか選ぶんだな。じゃあ僕はこちらにしよう。アイアンマンキューポスケ。これ可愛くないね。一番こう愛らしいやつ選びました。はい、ということで1万円ボックスでした。それではラスト、こちら2万円ボックスいきましょう。果たして何が当たるんでしょうか。重たい、非常に重たいです。結構いろいろ当たるみたいですね。ブルーレイレコーダーとかやばくないですか。あとマウンテンバイク。でもね僕マウンテンバイク欲しいな。いや最近さ、なんかこうオリンピックでさ自転車競技見たりさ、あと弱虫ペダル読んだんだよね。だからちょっと自転車こぎたくなっちゃって。はい、ということで果たしてマウンテンバイクは当たるのか、開封していきましょう。うわうわすごい、いろんなの入っててもう分かんない量が。はい、じゃあまず1つ目ででん、こちらテクノス。これはですね僕存じております。もうねお宝市場さんおなじみのテクノス、そう腕時計でございますね。これね、これねいつもねシャレオツなおしゃれなね腕時計が入っているんですが、オープン。ほらかっこいい腕時計が入っております。いやかっこいいね。おお、そして大当たりが入ってるー。なんだろう、マウンテンバイクかな。これは最後に見ましょうね。そしてこちら UV カットの折りたたみ傘。はいででん、 iPhone ケース。続いてででん、ミラノタオル、スパイダー、スパイダーって違うけどスパイダーマンの T シャツですね。 L サイズででーん。お、これがですね7800円も実はする MacBook Air 13インチのこう保護フィルムみたいなものになりますね。そしてあんまりそわそわしないで、うるせえやつら2つ目。はい次ででーん、スター・ウォーズのポーチ。そして続いてじゃーん、なんでしょうねこれ。はい、オープン、ダーン。おおすごい。今度はですねクロコダイルのお財布でございます。なんと元の値段48,000円。すごいじゃないですか。これだけで今日のボックス全部買えちゃうってぐらいの贅沢なお財布。マーベルのラバーバンドからのベッペッペベーベッペベーダース・ベイダー。はい、ということで2万円ボックスに入っていたのは以上なんですが、先ほど大当たりの150番、果たしてこれは一体何なんでしょうか。探してみましょうか。マウンテンバイクここにあんのかな。マウンテンバイク来るか。106番、100あったー、150番。こちらスヌーピーのリミテッドプレミアムフィギュア。マウンテンバイクは当たりませんでした。まあこれも当たりなんだよ、大当たりなんだけど、マウンテンバイクが欲しかった。まあでもね、いろんなものが当たりました。はい、ということで今回こちらのね豪華賞品が当たりました。まあ僕勝ってますよ。5万円以上余裕でねもう商品ゲットしましたから大勝ちでございます。ぜひですね皆さんもですねお宝市場お台場店さんに来てラッキーボックスやってみてはいかがでしょうか。皆さんはぜひマウンテンバイク当てちゃってください。ぜひ当てたらね Twitter で松尾さん当たったよってね一言いただけたら嬉しいですね。でちなみにですねこのお宝市場さんが横浜にもねお店をね出したってことなんで、まあこのご時世なんでねちょっと今はいけないんですけど、また今度ねリベンジできたらなと思います。はい、ということで皆さん今回も最後までご視聴ありがとうございました。是非この動画いいねと思ってくださった皆さん、チャンネル登録そして高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ということで以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。